畠山忠志州は南北朝時代の武士。通称は大倉将友、白太郎。畠山時国の弟、吉尾祖とする美の畠山氏の出身。父は畠山高志国。おじに南九州において一時的に勢力を誇った日向国志望の畠山直明がいる。資料における所見は広告5年、公英3年5月17日の 足利高氏の弟、足利忠義の今熊野産経行列の具部人の中に見られる畑山大蔵所有である。詳しい実績については不明な部分が多いが、後の活動からして忠義の側近であったとされ、また伊見名の自家の字も忠義から返記を受けたものとされる。叔父の直明も同様であったとされる。室町幕府は、 将軍孫氏と忠義の二元体制で運営されていたが、やがて高氏の執事高氏自家、死体兄弟と忠義の対立が顕在化してくる。昌平四年、昭和五年、自家衆は、上杉重義と共に残言し、諸直の執事職を解任させることに成功した。しかし、その直後に諸直らはクーデターを起こして巻き返しを図ったために、 逆に忠義が失脚してしまう。古典、太平記によると、自家衆は、重義や、前僧明吉と共謀して、諸直らの暗殺計画を企てたが、暴義は暗殺直前に漏れて諸直はここを出した。やがて、諸直方に捕獲された、自家衆と重義は所領を奪われた上で、越前国江森に配るされ、同年12月、配る先で諸直の密命を受けた越前守護大。 やぎ交渉の関係にはめられ、家族、主従53名は共に自害した。これが、官能の上乱の発端となる。なお、このことを記している、当院金方の日記、その太歴には、主芸吉の名は、明記されているのに対し、自家集については、畑山大蔵省有望と記すのみであり、あまり知られた人物ではなかったようである。この最後については、 忠義の側近中の側近でありながら、独自の軍事力を持たず、叔父などとの連携もならないまま、あっけない最後を遂げた。との評価もある。昭平六年、関能二年二月、南朝に属した、忠義の軍勢に敗れた、諸直ら高氏一族は、摂津国向川付近で、上杉義則の手勢により殺害されるが、う手の中には、自家衆の維新も含まれていたとされる。 ありがとうございます。